ワールドカップが夢だった時代に、突如現れた中田英寿。世界レベルの中田のプレーを、味方の選手がミスにより無駄にしてしまうシーンは少なくありませんでした。そこで今回は、中田のラストパスを無駄にしてしまった残念なシーンをいくつかご紹介します。1997年、日韓ワールドカップ共同開催記念試合で、中田は、20歳で日本代表にデビューした。同学年の西澤も同じタイミングでデビューした。後半開始直後、数のセンターリングから中田がヘッドで中央の西澤へ折り返し、同級生西澤への最高のプレゼントだった。1997年、中田はフランスワールドカップアジア一次予選の後半戦、日本ラウンドからの参戦だった。第2戦のネパール戦、左サイドでボールを受けた中田は、ダイレクトで逆サイドの岡野へ、絶妙のラストパスを送った。1997年、フランスワールドカップ、アジア最終予選、カザフスタン戦、ナナミのスルーパスで抜け出した中田が、冷静な状況判断から、中山へラストパス。同じく、1997年のアジア最終予選からもう一つ、第3代表決定戦のイラン戦、決めれば試合終了の V ゴール方式の延長戦、中田が、岡野へ決定的なラストパスを送った。野人走れ !1 対 1!1 対 1! そして、クリアされた中田へのボール。1998年にダイナスティカップが開催された。E1 サッカー選手権の前身で、フランスワールドカップを3ヶ月後に控えた大事な国際試合だった。中田のスピードと体幹を使った緩急のあるドリブルで中国の守備陣は崩壊。ラストパスを受けたボランチの山口は、決めるだけだった。2003年、セネガル戦、中田からサンプドリアでプレーする柳沢へ、決定的なパスが供給された。最後までご視聴ありがとうございました。他にも、サッカー選手の幼少期から引退までの全てのプレーをダイジェストにまとめた動画など、多数アップしております。お時間あるときに見ていただけたらと思います。それでは。